こんにちは、ビハイヤ株式会社の松村です。新しくですね、今回講評会の情報がございます。12月12日金曜日、秋葉原にて開催。今回ですね、プレゼンも予定されているんですけれども、3つございます。今回そのうちの1つ目ご紹介です。話題のクラウドファウンディング、キックスターターでゲーム作曲用デバイスの実現に挑む KDJ1 プロジェクト、実機実演もサイバーステップ株式会社佐藤瑠衣様ということで、こちらがですね、音楽のデバイスをですね、今作ろうとしている会社さんがあるんですけれども、これ何かと言いますとですね、上場企業のサイバーステップさん、という会社がありまして、オンラインゲームをですね、メインでやっているんですけれども、そのですね、ゲーム事業とまたちょっと違ったですね、音楽、事業にも乗り出していこうということで、現在キックスターターにて資金をですね、集めようというところで、予定をしております。なのでですね、これ、どうなるか、資金が集まればいいなというところで、宣伝も兼ねてなんですけれども、あるいは、キックスターターとしてのノウハウ、あるいはですね、その今回の KDJ1 というデバイスがどういったものか、そういったところをですね、広くお伝えできればというところでの、プレゼンでございます。もしですね、興味がございましたらお気軽にお声かけいただければ、こちらご招待させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。